やい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 や、どうもどうもどうも、改めまして明けましておめでとうございます。桂文珍でございます。どうぞ今年もよろしくお願いしたいと、こういうふうに思うわけでございます。いやいや、玉川カルテットさんも本当におにやかで結構でございましたですが、実は私は今日ここへ参りますのに電車に乗ってやって参りましたんですけど、皆さん方もお感じやと思いますけど、電車に乗るのにあの切符買うの手間かかりますな。千円札で切符買うてたらしわいてた押し返すじゃございませんか。ビュー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 、押し返す力あったら取ってくれよとねえ思いますな。私阪神電車なんでございますよ。あの阪神電車でも押し返すんでございますよ。あんたとこ押し返せるような経理状態やないやろいやいや、新庄かと思わず思いましたんですけどどうしてその電車に乗ってるかと言いますと、私は神戸の灘区というところに住んでおるんでございますが、皆さん方の方は大丈夫でございましたですが、関西は去年はまあえらい目に遭いました。私は神戸の灘区でございますからね、ちょうど家で寝ておったんでございます。よう家で寝とったことでございます。あんなよそで寝とったら今頃嫁はんにどない言われりゃわからん。ちょうど家で寝ておりましてね、もう結婚して25年もなりますから別々に寝ております。こんなことは別にこんなところで発表する必要は何もないのでございますけどね、家内は猫と寝ております。猫の名前が小五郎というのが桂ですから小五郎なんでございますね。これがいつも5時半になったらにゃーって起こしに来るんでございますよ。猫がにゃー、猫って不思議ですな。時計持ってないのにちゃんと5時半が分かるんでございますね。あれキティちゃんの時計でもはめてたら面白いでしょうね。猫がおこんな時間かいな、おいえらいこっちなんちゃう、これで起こしに来るんで、もうトイレ行かさないかんなと思って仕方なしにぼーっとしながら、うちの家内が2階からトントントンと降りてまいりまして、表の戸をカラカラと開けてぼーっとしております時にドンと来ました。地震でございましたから、猫のおかげで助かったのでございます。命の御猫でございます、名前をね木戸行為に改めようではないかなってね、こんなん歴史好きな人やないと笑えんとこでございますんですが、まあそうやっておかげさんで助かりまして、私の方は私の別の胸に寝とったんでございますがね、こらびっくりしました。ドゥーでございましたですから、もうメガネようよう見つけて電気つけたらもう停電でございます。枕でメガネかけても一緒なんでございます何の役にも立たへんのでございます。上から物が落ちてまいりますから、こんなとこでもう下敷きになってる場合やないわ、タンスにゴンしてる場合やないわ、ホームごたつの中へわーっとこう入ったんですが、皆さん人間は痩せなぎまへんでお腹が疲れて入りませんでしたよ。無理やりわーっと入りましたら、まあホームごたつが浮き上がって私の背中で亀みたいになりまして、私は背中こけぐもかいな、背中やないわ、背中こけぐもですか、あんなんかいな思いましたですが、そんなんしてる場合やないわと思ってね、これはもう逃げようと思ってトイレ行こう。トイレですと4本柱がありまして、壁もしっかりしてますから安定してるやろ思うの、こんな揺れながらトイレのみに手かけてやめました。もしもここで死んでごらんなさい、なんて言われますか、文鎮うんちになるよもう絶対言われるんですから、あの明石家さんま君の実家が、火事になった時でもさんま丸焼けって書いてあるからむちゃくちゃ書きますからね、こんなとこで、いてる場合やないわと思って表へバーッとこう出ましたら、暗がりの向こうの方から「あんた大丈夫」で、うわー嫁さん生きてると思って本当に嬉しかったんでございます。はい、その時は人間の気持ちは変わっていくもんでございますね。カチカイカチカイって二人で手に手を取って逃げましてね、近所の人とえらいこってした、えらいこってした、えらい揺れましたな言うてね、夜がしらじらと上げてまいりますな。朝の7時頃ですわ、1月ですからね、大切に思うて持って出たものが明るなって初めて分かったんでございます。クリスマスツリーを持っておりますこんなもん持ってても何の役にも立たへんのでございますよ。うわえらいこっちゃなと思いましてね、いやこれを隠そうとしましたら、それが嫁はんに見つかりまして、あうちゃうかきれいな顔しておっしゃるんでございます何考えてんねんな、もっと亭主はしっかりしてもっと大事なもん持って出なあかんやないかいなって偉そうなことを言うもんでございますから、私も負けたらいかんと思って何を言うとんねん、1月の17日までクリスマスツリーを片付けんお前がいかんねやわけのわからん喧嘩になりまして、近所の人はまあまあ命があっただけよろしいじゃないかいな、オーケーありがとう、おい嫁はんじろじろ見ないな、お隣の家がいがんでしもって気の毒にあんまりじろじろ見たらあかんで、何言ってんねんなあんた、隣がまっすぐでうちがいがんでねんびっくりしましたね
どれがまっすぐや分からへんのでございます。水平は海があるから神戸ですから分かるんですが、垂直が分かりませんでね、こんなのありましてね、まあそっちの方を潰しまして、二棟ありましたんで、私の方へ今奥様と猫が、私が一人で寝ておりましたところへ被災者としてお越しなんでございます。皆さん、これは二次災害でございます。災害の際は妻という字を書くのでございますけど、もういつ子供ができても不思議やないような状態でございます。もしも子供ができたら三次災害でございます。こんなん分かる人だけでよろしい。ありとあらゆるものは飛んでまいりますからね、皆さんもあのね、高いとこは物置けあれんものよろしいですよ。安全のためでございますから、あの開き戸は全部開きますね。うちは玄関にサンマが落ちておりました。分かりませんでしてね、ほな冷凍庫に入れてましたサンマが、冷凍庫がバーンと開いた時にサンマがピューッと出て、その後ボーンと閉まってますから、ミステリーな。分からんでね、そのカチンカチンのサンマが廊下にゴーンツル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 、玄関先で自然解凍。最初変わったスリッパやな思ってました。びっくりいたしましたですよ、本当にね。まあ、あるとあらゆるものが飛んでまいりますから、もう本当にあんなことはないように願いたいところでございます。そして私はしばらくの間バイクで通ったのでございますよ。バイクで、はあ、三本は下で鼻水は出てくるわ、凍ってくるわ、大変でございましたですけど、近所のお子さんになんか炊き出ししてはるから、なんか買って帰ってあげようと思いましてね、ファーストフードの店へ行きましたんですよ。あのハンバーガーとか売ってるね、もうテレビですから名前は言いにくいんですが、マクド、何度来ましてね、ほんな店員さんというのは、あの教えられたことしか言いませんねんな。すいません、あの30人前ハンバーガーちょうだい。お持ち帰りですか、それともこちらでお召し上がりですか。あ、大きいよ。持って帰り決まったらええないか。何考えてんねん、言おうかいな思いましたんですけどね、そんなん言うたら元気な被災者や思われます。持って帰りまんねん、リックサックに入れてベーッと持って帰ってあげたらぐちゃぐちゃになると思いますね。どうぞ今年は良い年にしてみたいと思います。どうもありがとうございました。いやありがとうございます。改めまして明けましておめでとうございます。いよいよ2000年ということになりまして、皆さん方、こうしてお正月からたくさん運んでいただいてね、今も楽屋で皆が感涙の涙に無線でおるところでございます。2000年なんていう、のをですね、東京の方は華やかでございましたね。あの暮れにテレビを見ておりますというと、カウントダウンちゅうんですか、ああいうのやりましてね、石原知事までお越しになられてね、3、2、1、2000ねーちらこと言うて、あちらはカウントダウン、こちらノックアウトでございます。サパワヤでございますな。やっぱりヤトタンでございましょうかね。いやしかしまあ気の毒な子ってございますな。不憫が一番気の毒やな言うとるんでございますけれど、しかしながら選挙でこう回りながら、そんなかわいそうにお嬢さんね、気の毒な子ったっせ、応援に行ってんのにこないしながらできますかねえ。まあタコやから手足はなんぼでもあるわ。言うてる場合か言うてるんです。次は選択をしたいもんやなというようなことを皆さんの声で聞くわけでございますけれども、しかしな、このなんでございますね、時代というのはどんどん変わりますことに、通信、これが変わりましたですね。もう電話、これはえらい変わりようでございます。人間っていうのは面白いもんでね、小さい自分にね、家に電話かかってくると子供はよう出たがりますな。トロトロって子供が待ち待ちかなんか言うてます。こっちは気ぃつこてね、お母さんいるかなんか言うと、いりませんガチャ。一瞬何が起こったんやろと思いますけど、また電話かけたら、待ち待ちって、また子供ですからね、言い回し変えて、お母さん呼んでかなんか言うと、お母さんガチャ、またかいな。しゃないなと思って、また電話かけたら、また子供が、あ、待ち待ちって言うさかい、どない言おうかいなと思って、って言うてると、お母さんに変わんの分かってるやないかい言うて、どったろかいな思う時はございますけど、面白いもんでね、電話も携帯をお持ちの方が圧倒的に増えてまいりましてね、こんなんしてアンテナ伸ばしたりなんかして、あんな昔は小柄し文次郎しかせなんだんでございます、ね、道歩きながら、マシ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 かなんか、カメかと思いますな。東京の方はちょっと電話の仕方は違いますよ。あ、もしもし、あ、僕最初チャーリー浜や思いました、ね。大阪で僕言う人いてばええさかいな。
大阪のおっさんでね、たまに恥ずかしいの言ってまんねん。トロロッとなってもすぐに出まんねん。トロロッと、お電話鳴ってるよ。トロロッと、お誰か鳴ってるよ。トロロッと、お、わしか、なんや。あー、マジマジ、あ、わしや、おう、おるとこようわかったな、ってわけわからんことここで笑える人はだいぶ優秀な方でございますけれど、よう笑っていただいてよかったわ、言う。その携帯もこの頃はメールが送れるようになりましてね、こうやってピッ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 、若い人なんか人と話しながらこなしてメールを送るんですよ。えらいも、私もいつの間にかこのね、おへびをひょ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 動いてね、スクロールしながら、おお、これができるようになりました。ただ友達が少ないもんでございますから、送る先がないのでございます。もう社内からもう一個電話こうてこっち側で受けてるんでございます。こっち側からピッ、ピッとこう、ピッ、アホやがな言うてるんですね。そういうどんどんこの通信が変わりますね。ことにあのパソコン、インターネットなんていうのがえらい時代になりましたな。あのパソコンの前で座らされてるお父さんの嘆きはよう聞くのでございますよ。矢印どこ行った？ああ、あったあったあった。あれ動かんな。え、あ、これあんたの、あ、ごめんごめん。いや、もうひっついてるもんやさかいに、どれが誰のマイクや分からへんね。猫もシャクシもマウスですな。気ついたら笑いなはれや。だいたいこんなあんた窓際で働いてんのに Windows はないわ言うてね、言うてはね、サッパワイでな、クリッククリックと。ああ、5時にならんかな。5時になったらシュッと帰んのにな。新聞でも見ようかな。お、サラリーマン川柳、これは面白いね、いつも。疲れたと帰る我が家は鬼ヶ島。言えてますな。まだ寝てる、帰ってみればもう寝てるか。うちの家で一緒や。僕が出かけるときいつも嫁は寝とる、帰ったら嫁は寝とる。長い間布団から出て動いてんの見たことないな。もうひょっといたら死んでんのちゃうかなと。この間布団の上からおい言うたらする気もないのってわけのわからんこと言う。女の人の書いた川柳もあるね。粗大ゴミ今朝出したのに夜戻るか。めまいしてきた。意外と意外と、ああ、胃がんやったらどうしようかな。会社辞めないかんな。胃がん退職。ダジャレばっかり言い出した。あ、5時になった。5時になりました。帰りますわ。あ、これ消さないかんね。どないして消しまんねん、これ。なれんもんやさかいな。弱性もん電源抜いといたら、よいしょ。あんたの抜いた。あ、ごめんごめんと。さっぱわや。何、データが消えた。消えたのにデータとはどういうわけやね。しかしまあ2000年問題より俺の方が問題やな、これはな。と、さてどうしますかね。たまにはまっすぐ帰ろうかな。ビール飲もうかな。ビール飲んだまた終電車になんねん。あ、こないだ悪い結果になってしまったな。若い女の子も前で、お嬢ちゃんお嬢ちゃん、あんたこんな夜遅にキャンプファイヤーでも行くのか。なんでですか。いや、靴の下になんや知らんけど半合水産を2つもつけてるやないか。半合水産やないんです、これは私の靴。靴、こんな高い靴あんた池のメダカさんでも履きはらへんで、ぐねるで言うてる間にな、駅密乗り過ごしてしもて。たまにはまっすぐ帰るかな。まっすぐ帰って嫁は喜ぶね。どうしたのあなた、嬉しいわ。キャ、新婚の時みたいじゃないの。いや、今日はお鍋でもしようかしら。当てなかった言うね。よし、まっすぐ帰って嫁は喜ばそう。ただいま忘れもんか。いや、忘れもんちゃう。忘れもんちゃう、今帰ってきて。なんでなんでこんな早いの。いや、家族で楽しい時間を過ごそう思って、あんたがいてない時間が楽しいねんて。腹減った。なんか食べんの。アホちゃう、アホちゃうって。なんでめさかちょっと作ってくれよ。待ってるな、退屈や。ビールビールビール、自分取ったらええないかい、ね、ビールビール。おいおい、亭主に物渡すのにおいっちの渡し方あるか。お前いつも猫の餌やるときどない言ってる。たまちゃんご飯よ言ってる。おいにワイって、これどういうことや。なんでね、ちょっとコップちょうだい、コップ。そう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 、あ、いやいや、これプリンの入ってた入れ物やろ。なんでもええけど。いただきます。ビールは一口目が最高やね。ほな片付けようか。片付けてる。今から宴の始まるやないか。ちょっとつまみ出せ、つまみ出せ、あんたを。
つまみ出せあんた置いて俺が出ていかないかんや。酒の魚や分かってるわ。はい、お肉炒めました。はいどうぞ。はい、ちょっと日にち経ってるけど、はいはい、 肉は腐りかけが美味しいのよ。はい、お箸ちょうだい。はいどうぞ。おお、言うたら言えんねやないか。はいどうぞやって嬉しいね。さっきみたいにわい言われるとムカッとするけど、はいどうぞって言われると、あ、お父ちゃん大事にされてる、一生懸命明日も働こうと、こういう気持ちになる。ちょっとしたことよ、ちょっとしたこと。同じ長さの橋ないかおい。お父さんと書いたのがあったやろ。ああ流し流した、流すな。お父さんは今や大変でございます。しかしこんな細かい芸ができるというのは経験してないとできまへんな。これは今年もよろしく。